郎選手を絶賛、賢い、上手い、強い、速い。板倉がディフェンダーとしての鏡と称賛したのが、森保ジャパンで CB コンビを組むアーセナルの冨安だ。プレイはみんなが見ての通り。実際、アーセナルでも活躍していて、本当に賢くて、上手くて、強くて、速くて、それをハイレベルで兼ね備えている。隣でやっていてもすごいと感じる性格的なところも、こういう人がディフェンスに向いている。細かいところまでやっているディフェンダーのイメージは、ちゃんとしているとか、真面目とか、自分は正確なディフェンダーっぽくない。性格的なところで言うとオフェンスより。だから、隣でやっている時は良い刺激をもらうし、いない時でも冨安選手を浮かべて、よし、頑張ろうと。記事の見出しだけ見た時は遠藤かと思った。冨安って見ててわかるけど本当にこだわり強くて細かいんだろうな、代表選手でも驚くぐらい。冨安が不在だとアジアカップでは安定しなかったから板倉にもぜひもっと頼もしくなってほしいところ。板倉は前までリバプールとか噂あったけど最近聞かないな、移籍どうなるんだろ。長友選ばれるのはもうおもろいからいいけど、それより板倉冨安に続く CB が全く出てこないなと。板倉ではまだ DF リーダーは早いな、冨安か谷口がいないとライン管理できないでは話にならないぞ。応援で冨安板倉呼べって言ってるやつおるけど絶対やめてほしい。板倉もプレミア移籍してプレミア CB コンビを日本代表で見たい。やっぱ DF は真面目な人がいいんか。